おかえり、学童系 YouTuber のイヨッピーマンでーす。今回は、ねえねえ教えて、イヨッピーマンのコーナーです。やってまいりましたね。大人気コーナー、ねえねえ教えてイヨッピーマン。皆さんの質問にイヨッピーマンがイヨッピーマンなりにお答えするというね、このコーナー、今日もやっていきたいと思います。子供が片付けをできないね、指導員歴1年目のね、方から質問を受けました。最近子供たちがおもちゃや遊具を使い、その後片付けをせずに次の遊びに進むことが増えています。特に低学年の男子が中心で、声をかけるとその場で一時的に片付けるものの、最終的には放置して別の遊びをしてしまいます。他の私より経験の豊富な先生がその子たちに注意しても子供たちは聞いてくれません。片付けができないならもう使えませんと強く言っても効果がありません。このままでは良くないと思い相談させていただきました。低学年男子はそういうものでしょうか？何か良いアイデアやヒントがあれば教えていただけると嬉しいです、ということで、はい、私が4つポイント紹介します。片付けですね。低学年男子が片付けられないケース、これ本当あると思うんですよね。問題なく片付けができているところももちろんあると思うんですけれども、低学年ってやっぱりね、遊びたいね、遊び終わったらこっちの遊びをしたいとかね、もう片付けるのめんどくさいとかいう風にね、やっぱ思っちゃうのでね、なかなか苦手な子も多いと思います。私のところでもね、そういう子ね、たくさんいます。なので、まず回答一つ目なんですが、なんでその子たちが片付けられないかという理由がまずはね、知りたいですよね。ただ単にね、うわ、めんどくさいと思ってるのかとかね、もうそもそもね、片付けなんかしなくていいというふうに思っているのか、片付け方がわからないと思ってるのか、片付けにくいからとかいうね、子供たちなりに理由があると思うんですね、片付けられない理由。まずそこを指導員がしっかりと理解するというところから始めていきたいということで、片付けできないともうそのおもちゃは使えませんとかいうふうにね、これを言いたい気持ちってね、ほんとよくわかりますしね、私も言っちゃいますね。実際言っちゃった後にね、取り上げたとしてもね、その子はね、あんまり実は困っていないんですよ。いいよ、俺は別に使わないし、みたいな感じでね、開き直られたりね、おもちゃをね、こう取り上げたりしてもね、結局ね、その子が困ってなくって、本当にそのおもちゃを使いたい子が今度ね、使えなくなってしまうみたいな形で悪循環になってしまうので、あまりいい効果はね、得られませんよね。きっと質問者さんの学童保育でもこれが最適な対応だとは思っていないと思うんですね。その片付けられない理由に目を向けて考える、これが大切なように感じます。めんどくさいという理由があるなら、その子の気持ちをまずは十分に聞いてあげることが必要になってきますよね。もしかしたらその子はね、片付けが苦手でね、ただやる気がなくなっていってね、片付けられないっていう風になっているかもしれませんしね。例えば自分以外にも一緒に遊んでいた子がいて、その子たちがね、片付けせずにね、他の遊びをしていると。で、なんで自分だけ片付けないといけないんだみたいなね、思いになってしまうとかね。そういったような、その子が片付けられない、こう、理由が何なのかというところを、まずは指導員として考えるというところから始めるというのが、まずは必要かなと思っています。まあね、一回一回こういうことを理由を聞くのもなかなか大変なんですが、そういった理由をしっかり聞いてくれる指導員がいたら、子供はね、そういった指導員にはちゃんと理由を言ってくれるようになりますしね。そんなちゃんと話を聞いてくれる指導員が片付けようかっていうと、うん、わかったというふうに片付けられることにもつながってきます。まずは頭ごなしに片付けなさいというよりかは、そういった理由を聞いてあげるというところで子供が片付けられるようになるかもしれない。あとはそういった理由に応じて次の働きかけができると思うので、まず一つ目のポイントはしっかり理由を聞いてあげるということです。あともう一つポイントを挙げるとしたら、一緒に片付ける。これはね、ほんといいと思うんですよね。一緒にと指導員から言われるとね、一人で片付けるよりかはいいですよね。
片付けなさいという風にね言っちゃうとね、なんで俺ばっかり一人で片付けないといけないんだよみたいな感じで思ってしまうので、一緒にしようという風に誘ってあげることでやっぱり片付けやすいですよね。実際一緒にとか言いながらね、全然片付けなくてね、一緒にと言いながらね、こう指導員ばっかり片付けてあってね、おい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 、全然あなたは片付けていませんよねみたいな風になってしまうこととかもあるかもしれないんですが、この一緒にということで子供は片付けようと思うことにつながるかもしれないのでね、まずはこう一方的にね、そういう風に言うんじゃなくて、一緒にというキーワードを入れるだけで片付けができることにもつながるかもしれませんというようなポイント。あともう一つが、楽しく片付ける方法を導入する。これはね、ほんとおすすめですよ。誰が丁寧に早く片付けられるか、競争だ、よーい、スタートとか言ってね、綺麗にね、急いでね、チェンチカ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 チェンとか言いながら片付けをすると、子供もね、早く片付けるだけじゃなくって、こう、丁寧にね、カードゲームのカードとかね、順番通り並べたりとかね、そういった数を数えたりとか、そういったことも楽しくね、やろうという風に言ってあげるとね、片付けやすいですよね。イオピーマンロボットがそっちに行くまでに片付けしないと、そのおもちゃが取られてしまうよ、ウィーンガちゃん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 、あ、レゴが取られる、ウィーンガちゃんとかやったらね、楽しいですよね。そんな形ですると子供、うわぁ、ロボットが来る、早く片付けよみたいな形で片付けてくれることにつながるかもしれませんよね。そういった感じで、なんかこう楽しい感じで指導員がゲーム性をもたらしながら片付けるね。あの、玉入れが終わった後にね、さあ、玉入れが終わった後のボールを片付けるまでが競争です。赤と白か、どっちが早いか競争、よーいどーんとか言ってね、カゴに入れた方がね、勝ちだよ、ポイントが高いよとか言ったら子供たち片付けまでちゃんとやるじゃないですか。あんな形で指導員が片付けるときにね、ただ単にやりなさいという風に言うだけじゃなくって、そういった楽しいことを一緒にしようというような雰囲気、それがね、とっても大事かなと思いました。もう一つポイントを挙げるとしたら、環境を考える。これもね、ほんと大事ですよね。片付けしやすい環境を整えてあげるというのがほんといいんですよ。私のところでもね、あの、結局ね、片付けなさいって言ってもね、これどこに片付けたらいいかわからないとかね、片付ける時にね、一旦こっちのおもちゃの引き出しをこう取ってからそっちの奥に入れるみたいな場所に片付けるとしたら、まあ邪魔くさいですよね。私たち家でも部屋でもそうですよね。なんかもうね、本当はね、引き出しの中に入れておこうとかね、あの、いうような片付け方をした方がいいのかもしれませんが、やっぱりね、私たちめんどくさいので、やっぱその辺にポイポイポイとほったらかしにしてしまいますよね。私はね、ほんとね、服でも何でもその辺にね、置いておくのでね、もうそれでもう夫婦喧嘩の元になってしまったりとかね、もうなんでいつも片付けられないのみたいな形で言う、いやいや、こっちの方がまた使いやすいし、あの、こっちの方が合理的だろうみたいな形でね、なんかこれでやっぱうまくいかないんですよね。だからね、片付けは難しいですよね。話を戻しますと、片付けやすい環境を整えてあげるということは、子供とかね、学童保育の生活の中でも本当プラスになると思うんですね。なので収納しやすい棚とかね、ケースがあったらより片付けやすいですし、数を数えましょうって言ってね、あの、このちっちゃい人形がね、5人いるよとか、そういったように分かるように片付けてある。あとは透明のケース。これほんといいですよ。あの、私のところでもね、最初はね、こうね、お土産でもらったカンカンとかの中にね、おもちゃとか入れていたりしたんですが、それじゃあね、やっぱり中が見えないですよね。あの、100均とかでも、透明のね、あの、ケース売ってますので、透明のケースだったら、あ、ここにこんなおもちゃがあるな、とかいう風に、わかりやすいし、片付けができていない様子もわかりやすいので、あの、収納する箱は、透明がおすすめ。こういったところも、指導員が環境を整えながらケアしていくということも一つ大事になってくるのかなと思いますね。それでは、まとめていきます。片付けられない、まず理由を探るね。しっかりと子供たちがなんでこの子は片付けないんだろうというふうな理由をね、あの、聞いてみたり、理由を察ししながらその子に応じたポイントで話をしてあげるというところと、指導員が一緒に片付けようというキーワードを言いながら一緒に片付けるというのも、子供がね、片付けやすいことにつながってきます。あとは楽しく片付けができるように、ちょっと楽しいゲーム性を持ってやってみるとかいうことも大事ですし、片付けやすい、そもそもね、環境整備、これも本当大切だと思います。このあたりを実践していくことでね、あの、もっと強く叱らないといけないとかね、言い方が良くないとかね、子供たちにけじめがないとかね、そんなような話に持っていく前に、まずはしっかりとなぜ今の
この学童保育の生活の中で片付けがこの子たちはうまくできないのかというところを、こういう、ね、視点を考えながら、指導員同士で、コミュニケーションを取りながら、やっていくというのが大切だと思うので、今回は新人指導員さんからの質問だったんですが、ね、これはベテランの指導員さんとかでもね、同じですしね、新人ベテラン関係なくね、そういった環境を整えていけば、片付けもきっとうまくいくと思いました。はい、それではこの動画は以上となります。これからも学童保育の質問にポップでライトにヨピーマンがお答えしていきます。学童系 YouTuber のヨピーマンでした。じゃあね、バイバイ。みんなしっかり片付けしようね。部屋の片付けとかも大事だよ。